橋彩音と申します。初走りでございます、はいはい、ちょっと段差気をつけてください。はいはい、ツーショットスカイツリーと太陽のツーショットでお送りさせていただいて、チャンスあの一緒に楽しみましょう、はい、人力車、はい、明けましておめでとうございます。絶対に、行ってきます。足元気をつけてください。足元気をつけて、少々お待ちください、はい、よいしょ、はい、では、はい、あのいつも通りここから乗ってください。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。 OK です。じゃあちょっと本当、はい、風が寒いですね。あ、寒いですね。はい、あ、ありがとうございます、はい、乗せていただいて、はい、お正月の浅草に来たことってあります？お正月浅草で過ごすの実は初めてです。あ、初めてですか。はい、そうなんですね。ドキドキしてます。今からね、人がすごい増えると思うんで。いや、そうですよね、うん、よいしょ。きつくないですか？あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。いや、でもワクワクしますよね。ワクワクしますね、はい、うん、また新しい新たな気持ちで、はい、新年を迎えて、しかも今日なんかめちゃくちゃいい日みたいですよね。あ、そうなんですか。はい、なんだっけ、あのなんとか万倍日ってあるじゃないですか。はい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 、あれがなんか1日に被るの結構なんか珍しいみたいで。あ、今日は縁起がいい日なんですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。 OK です。じゃあ持ち上げていきます。はい、お願いします。体重背もたれでお願いします。はい、1、2、3。はい、じゃあお尻よかったら詰めてください。はい、はい、ありがとうございます。行ってきます。はい、行ってきます。視聴者の皆さん、今日は、1月1日の元日の朝です。朝です、はい、朝9時ぐらいです。あ、みーさん行ってきます。おめでとうございます。よし、新年初走りでございます。はいはい、お願いします、はい、だもうすぐ多分信号変わるので、はい、向こうに行ってから自己紹介をさせていただきます。お願いしますもう天気も良かったです。スカイツリー見えます。そうですね、今日雲一つない、すごいいい天気ですね。いい天気、良かった、うん、いい2024年の始まりですね。あ、もう警察が結構たくさん立ってらっしゃいますね、はい、そうですね。今からあと1時間ちょっとぐらいしたら、ここがあのちょっと道路が封鎖されて、はい、車が走れなくなるんですよね。そうですね、歩行者天国になっちゃうんで、うん、はい、警察もそわそわしてるんじゃないでしょうかそうですね、うん、人力車も朝からいますね。皆様、うん、いますね。あ、たくさんいますね、今日は。では朝日ビールの前で、はい、お願いします、はい。では改めて自己紹介させていただきます。はい、本日ドライバー務めます、はい、高橋彩音と申します。高橋彩音さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、ちょっと名前長いので、はい、ネッチって呼んでください。ネッチさん、はい、はい、彩ネッチのネッチです。あ、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日、はい、本当にもうあそこ初日の出上がって、うん、あそこに太陽ありますね。はいはい、おはようございます。本当だ、めっちゃなんかいいですね輝いてますね。輝いてますね。そんな今日の私たちを歓迎してくれるかのように、はい、太陽に照らされて、はい、前2つ、はい、アサヒビールの本社がございます。ありますね。はい、もしかしたらもう動画には何回も何回も出演されているそうですねレギュラーメンバーかとは思うんですけれども、はい、うん、はい、左側の上ギザギザ、下が四角い黄色いやつ、はい、あれは何に見えますか？あれビールに見えますね。あ、ビールに見えますよね、はい、よかったです。ビール年越し飲まれました、はい、あ、昨日、ね、飲みました。ビール飲みました、はい、やっぱり、はい、もう年末年始はお酒で、
迎えたいですよね。そうですね。まあ、そんなアサヒビールさん、はい、じゃあ右側ももうこれ難しい質問なんですけど、もうね動画に何回も出演されてるの で、もうご存知かなと思うんですけど、はい、あちらはアサヒビールさんの本社の燃える情熱の、はいはい、心を表してると、はいうんうんはい、言われております。そうなんですね、はい、でもう朝から金色、はい、私の髪も金色。そうです、ね、めちゃくちゃ幸先がいいです。珍しいですね、この髪の色の写真。そうなんですよ、多分浅草の社風の中で、あのガンプさんも前まで金髪だったんですけど、はい、それいります。あの今ガンプさんちょっと染めたらしいんで、1週間くらいは浅草唯一の金髪名乗ってもいいらしいんで、はい、そうなんですね。今は私、今浅草唯一の金髪の社風でございます。なるほどなるほど。もう輝かせて、はい。なるほどね、はい、そっか。あのネチさんは、いつぐらいにデビューされたんでしたっけ。デビューはもう本当年末ギリギリ、そうなんですね、クリスマスのちょっと前くらいにデビューしました。すごい、じゃあ1週間2週間前ぐらい。そうですね、はい、1、2週間くらい前で、はい、あそうですか、はい、お 年、はい、年末デビュー目標だったので。あそうですね、はい、すごいですね。ネチさんってあのこのお仕事は専業になるんですか。はい、私ここオンリーで、オンリーで、はい、すごい、やってます。すごいですね。じゃあ結構あの出勤はたくさんされてる感じですか。あもう一回お願いします。 ご出勤の回数は結構たくさんされてる感じですか。出勤めっちゃしてますね。結構女子の中だと、はい、位置には争うのかも。あそうなんですね。おじゃあ割と何だろう、東京力車さんの乗り場に行ったら、はい、結構こう乗れる確率が高い感じですか。そうですね、はい、乗れると思います。ぜひぜひ、はい、視聴者の皆さんぜひ、はい、来てください。待ってます。ちなみに、はい、ネチさんはあの海外のお客様って、はい、ご案内とかって英語でできる感じですか。私はもう、はい、あの完全にパッションパッションですか。パッションで、はい、あの本当にちょっと今勉強中って感じです。あそうですか、はい、ありがとうございます。もう、まあ、このあのネチさんのすごい喋りやすいキャラとハキハキとしたあの雰囲気があるんで大丈夫だと思います。ニコニコ、はい、そうですね。してます。本当になんかでも今は翻訳機があるので、はいはい、結構翻訳機に助けられて。あそっかそっか、はい、便利ですよね。便利ですね、うん、そうなんだ。なんかあのネチさんは浅草で好きなお店とかってもう見つかった感じですか。好きなお店は、はい、そうですね、ご飯だったら、はい、やっぱ天ぷら。あ天ぷらが、もともと天ぷら好きだったんですけど、はい、浅草で天ぷら食べたらもうたまらない、はい、なと思って。もうあのどこのお店とかは、うん、あの絞りきれないんですよ、好きすぎて。どこのお店も美味しい、ね、確かに確かにので絞りきれないんですけど、うんうん、本当に天ぷら浅草 の、はい、あの揚げたてで出てくる感じが、うん、もう最高で美味しいですよね。大好きですね、うん、あ特に、はい、あの秋光さんっていうお店は、はい、あの浅草に来て初めて。あそうですか。食べたので、うん、もう思い出が、はい、かなりあります。あそうなんですね、はい、えネチさんはなんか天ぷらだと、はい、どの天ぷらが好きですか。私キスが好きです。あそうなんですね、はい、大人ですね、すごい、はい、なんかあの白身魚めっちゃ好きで、はいはい、すいません取ります。いきます。入ってらっしゃい。いきます。あなるほどね、はい、そうだった。スカイツリーが今日は綺麗ですね。この研修はどうでした、はい、なんか大変なこととかってあったりしました。いや研修はやっぱ坂道、はい、あ坂道か、うん、もうきつくて。あ坂道には結構悩まされたかもしれないです。あそうなんですね、はい、そっかそっか。あの橋のあたりですかね、東橋を本当何往復もして、はい
そうなんですね。そうなんですよ、思い出深いですね。そう、吾妻橋行ったり来たりで、はい、本当に私本当3連勤4連勤するので、あ、そうなんですね、毎日、はい、毎日毎日もう、はい、無理ですってなるくらいまで運動のご経験とかはあるんですか？運動は新体操をちょっとやってました。新体操やってたんですね。はい、あ、ちょっとじゃないか、ちょっと嘘ですね、だいぶやってました、はい、そうなんですね。はい、そうかそうか。今日は、はい、どういうルートを巡るんでしたっけ？今日は、はい、松地山商店に、はい、今から行きます。 ありがとうございます、はい、でその後今戸神社、はい、もう、はい、新年初詣を、はい、しようということで。わかりました、ありがとうございます、はい、結構お正月って、はい、皆さん結構開運っていうことで、はい、神社仏閣行かれると思うんですけど、はい、結構ご案内するのはこの松地山商店が結構多い感じですかね？そうですね、この時期はい、やっぱさっき言ったように、はい、雷門前が歩行者天国に、うんうんうん、そうなるので、はい、そうですね、いつもだったら例えば、はい、浅草寺行きたい方とかは、はい、浅草神社の方とか西参道のところを終点にして、はい、そのままここ行ったらすぐ参拝できますよみたいなご案内する時もあるんですけど、はい、今日は雷門しか入り口がないということで、うん、参拝されたい方はもう、はい、ほぼほぼそうですね、松地山商殿、今戸神社、あとは、はい、七福神巡りなんかでも使われる、あ、はい、ところ、はい、吉原の神社だったりとか、はいはい、あと橋場、不動院、はい、不動院とか、はい、まあ、そういったところ、あと石浜神社とかに、はい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 、まあ、ちょいちょい行くかなっていう感じだと思います、へーと聞いてますそう、お正月初めてなので。そうですよね。そうなんですよ。すごいですね、一番忙しい時期にデビューしましたね。そうなんですよ、うん、結構男の子でも同期、はい、実はいて、はいはいはい、そうなんです、昨日デビューの子とかもいるので。あ、そうですか。みんなでワイワイ頑張り合いながら、ちょっと、はい、段差あります、はい、よし、ありがとうございます。このお仕事はどうですか？いや、楽しいですね。楽しいですか？はい、すごい、いいですね。ただやっぱ、はい、体はびっくりしてるかもしれないです、こんな私運動好きじゃなくて、はい、実はそうなんですね。そうなんです、走ったりとか、はい、本当に全然しないので、はい、そんな女がいきなりいきなり走り出したものですから、そう、体がすごいびっくりしてます。お、始めたきっかけっていうのは何だったんですか？始めたきっかけですか？はい、始めたきっかけは、はい、もともと接客業やってて、ほうほう、某、はい、有名なネズミさんのいる、ネズミさんのいる、はい、テーマパーク、テーマパークね、はい、で結構長いこと働いてまして。あ、そうなんですね、はい、でその後違うお仕事したんですけど、はい、やっぱりなんかエンタメ系、はい、なんか結構ディズニーの接客ってこうエンタメ寄りというか、はい、今名前言っちゃいましたね、言っちゃいましたね、うん、そう、なので、うん、エンタメ系の接客がしたいなと思って。あ、そうですか、はい、タウンワークとか、はい、思いっきりそういう媒体で探したら、なんと、はい、あるではないか人力車がみたいな、あ、 そうですね、そんなバイトあるんだみたいな感じで、はいはい、お、ちょっと段差気をつけてください、はい、よいしょ、 OK です。あ、それで飛び込んだんですね。はい、たら松地山商殿に到着です。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ一旦下ろします。はい、ありがとうございます。はい、1,2,3 じゃあ行きましょう、はい、お願いします。はい、お願いします。します。だからこれから花が咲くんですか？大根祭りがあるらしいです、7日に。へー、風呂吹き大根を、はいはい、あ、ちょっと段差気をつけてください。 あ、 ありがとうございます。ここの、はい、お寺が大根
ちょっと縁がありまして、多分今からお話しするんですけど、はい、大根お供えとかするんですけど、はいはい、そのお供えした大根を7日、はい、になんか風呂吹き大根にしてるみたいで、あ、そうなんですねあの食べたいなって思ってますはい、ここで一礼します。はい、お願いします。はい、もうすごいかっこよくなりましたね。はい、なんか楽しいもんになって。そうなんですよ、はい、なんかピカピカですよね。結構中は賑わってますね。賑わってますね。はい、こちら、はい、ここも結構このね絵が何回も登場してるかもしれないんですけど、はい、まあ先ほど言った大根、はい、こちら二股になっていて、うん、人の形に見えるので、はい、まあ、こう交わって、はい、あの夫婦和合だったりとか、うん、なるほど、そう人と人がこう仲良くみたいな感じの意味合いがあります。はい、うん、はい、で逆にこっちの可愛い巾着袋のような昔のお財布、はい、うん、はい、キュッと縛ってお金が出ていかないよっていう金運のこうすごい絵になってます。はい、この2つの絵が、はい、絵っていうかこうモチーフのものが結構たくさんいろんなところにあって、はい、こういうところだとか、あとこういうちょっとね、あそこのお線香とか立てるところとかもなんか巾着袋の形になってたりとか、そういろんなところにいます。大根と巾着可愛 い,、はい、いです。そこの提灯のところにもあります。はい、ではこちらでまた巾着袋が登場してます。そう、ここであのさっき手水やると、はい、あの体の中からお清めができるんですけど、うん、ここは外から、はい、はい、あの浴びていただいて、はい、あ、じゃあ、ね、ありがとうございます。カメラの前の方も浴びていただいて、はい、これでお清めが完了となります。はい、ありがとうございます。はい、身も心もお清めしたということで今日ここが空いてるの珍しいですね。そうですね、やっぱお正月だからですかね、うん、なんかやるっぽいですね。難しいね、本当ですね。奉納神楽って書いてある。え、見たい。そう、貴重です。こんな感じになってるんですね、楽器があって、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっと混んでますね。そうですね、はい、もういやでも、はい、多分すごい並ぶって聞いてるので、はい、あのでね、並んだら結構、うん、ここ多分バーってなってるの で、ね、今チャンスそうです。お正月やっぱ朝早い時間に来るのがいいですね。はい、うん、か浅草寺ももちろんなんですけど、はい、朝早いと結構並ばずに、はい、はい、来れると思いますので、あの人力車も空いてます、朝の方が。あ、そうですよね、はい、確かに確かにご用終了の風呂付き大根を無料でお配りいたします。では下がっていきます。はい、そうお寺なので静かに、はい、そうですね、はい、参拝をします。でいつもだったら、はい、ここに、ごめんなさい、松千山正殿は、はい、あのドラがあってゴーンって鳴らすんですけど、はい、今日はついてないですね。本当ですね、はい、なのであの余計静かに、はい、そうなんですね。そうです、はい、あのゴーンだけはやって大丈夫なの で、 あの松千山正殿来た方は、はい、いつもだったら暇あると思うので、はい、ゴーンと鳴らしてください、はい、また足元気をつけていただいて、はい、ね、なんかもうイチョウの葉っぱもなくなって、もう本格的に、ね、冬って感じですね。冬って感じになってきました、うん、はい、はい、今日絶対にスカイツリーが綺麗なのでちょっとこちらも、はい、長寿橋、はい、お、また太陽が、朝の太陽が、ちょっとあのツーショット、スカイツリーと太陽のツーショットでお送りさせていただいております。逆光大丈夫ですかね。すごいですね。すごいですよね、絶対これだと、うん、すごい、もう、はい、私たちをもう歓迎してくれてる、はい、はい、スターなんで、はい、光り輝いちゃってるんですけど、はい、ここからこの自然と池と、うん、ちょっと鯉さんは寝てますかね。あの奥の方にですね、いました、はい、さあ鯉と、はい、あ、しかもあの奥に金の鯉いますね、縁起がいい。お、そう、金の鯉は1匹だけなので、はい、あの金の鯉見れると結構あのラッキー、縁起がいいと思います。1匹だけ、ね、1匹だけって聞いてます。そうなんですね、はい、なのでめちゃくちゃラッキーです。へー、そう、こんな紅葉と、はい、もう紅葉は終わってるんですけど、自然とスカイツリー、はい、
あ、素晴らしいですね。ここの景色はいいですよね。めちゃくちゃいいです、はい、ここでお写真撮るのもおすすめですし、はい、そうですね、ここの橋自体がさっきお願いしたことをこうお願いしながらもう一回通るとさらに叶いやすくなるよって言われている橋なので、はい、あ、そうですか、はい、来るだけでまたさらにパワーが上がるような、はい、そんなお庭になっております。ありがとうございます。あの季節によってお花、はい、本当に四季折々のお花とか、はい、あの紅葉とか楽しめるので、はい、本当にあの四季来ていただいても、うん、あの毎回違った楽しみ方ができると、はい、思います。すごい混んできましたね。ガイド上手ですね。本当ですか。もう、はい、本当にこれから、はい、あの仲間もね、人力車の仲間もすごいすれ違うの で、 あ、そうですよね、これからすごい賑わってくるんだろうなってワクワクしますね、うん、そうそう、あ、すごい、お、甘酒ですかね。甘酒か。甘酒っていうのは、はい、日本、また足元気をつけてください。日本っぽい飲み物ですよね。そうですよね。私最初は結構苦手だったんですけど、甘酒お好きですか。甘酒、はい、なん普通に。普通に健康にね、はい、飲む点滴と、じゃあまた一例を、ね、はい、はい、飲む点滴って言われてるので、はい。はい、好きなのは素晴らしいことだ。こんにちは。こんにちは。あ、いっぱい並んでる。もう混んできましたね、だいぶ。うん、そう、お正月はね、結構ここ人気なんですよね。そうですね。うん、では準備しますね。よし、 OK です。はい、ありがとうございます。ただまたこちらからお願いします。はい、よいしょ、よいしょ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃ、またぬくぬくで、はい、ありがとうございます。ネッチさん、さっきも思ったんですけど、はい、あのネイルがすごい。あ、そうなんですよ。ちょっと可愛いですよね。私、はい、あのこんな感じで金髪で、あの見た目はちょっとねギャル寄りなんですけど、はい、全然ギャルじゃないので安心してください。ちょっとギャルっぽいですね。海外の人分かるかな、ギャルって。ギャル、ジャパニーズギャル。そうですね。確かに、はい、ギャルって言われてる。なんですかね、そのなんですかね、はい、なんどういう意味なんですかね。メイクが濃くて、はい、なんかちょっと晴れな、イエーイみたいな。そうそうそう、テンション高くて晴れな人は、そうです、アゲーって感じの、そうそうそう、はい、人です。まあね、そういう感じでは一応ない、はい、あの真面目にやらせていただいております。ちょっとね、慎重に。 OK です。じゃあちょっと段差気をつけてください。はい、OK。 あ、もうあっち側にも人力車止まってました。失礼します。ミスさん、あの後ろのこのリボンがすごい可愛いですね。はい、ちょっと今日おめかししてきました。そうなんです。なんかだいたいシュシュとかつけてるんですけど、今日はリボンバージョンで、はい、あ、ありがとうございます。より後ろ映え、はい、背中映えするような。そうですよね。この年末年始はもうずっと出勤される感じですか。はい、そうですか。そうですよね、ずっと、うん、あの体だけ崩さないように、はい、うん、はい、して、そうですね、いる予定ではいます。はい、日本のお正月って、はい、なんか海外の人に説明するとしたら、はい、なんかどんな過ごし方をして、まあ、どんな雰囲気みたいな、ちょっと簡単に説明できますか。お正月ですか。これ、はい、多分人それぞれだと思うんですけど、はい、こうやって多分あの街に繰り出して、はい、うん、初詣やら、はい、あと、まあ、初売りとかだと2日とかからになるかもしれないんですけど、あ、そうですね、あの初売りとか、うん、
福袋とかそういうのもあって、そうですね、はい、安くお得に物が買えちゃうぞみたいなものとかも日本ではよくあるんですけど、そうですね、確かに、まあ、買いに行ってアクティブにこう過ごす方もいれば、はい、やっぱテレビとかも、はい、お笑い番組とか、はい、こう特別な、はい、特番系をやってることが多いの で、 そ, うです、ね、それを、うん、まあ、寝ながら、はい、見るもよしかなと、うん、寝正月って言うんですけどそうですね多分二手に分かれると思います。そうですね、確かに確かに、思いきしにリラックスする人もいれば、ちょっとこういろんなところに出かけちゃう人もいますよね。いますね、うん、どっち派ですか？YouTube 始めてからは、はい、やっぱ正月は出ちゃいますね。おお、アクティブ派ですね。そうですね、初詣して、お買い物とかもされるんですか？はい、あ、そうですね、買い物して、あと街の雰囲気が結構普段と違うんで、はい、まあいろいろこうカメラ持って、はい、はい、撮影に行くみたいな感じで、なるほど、楽しんで、うん、じゃあ人力車以外にも動画にされてる感じですか？はい、結構ね、動画は結構たくさん撮ってるんですけど、はい、YouTube にはやっぱり人力車の動画しか上げてないですね。あ、そうなんですね。はい、お、到着しましたね。はい、なんかまた、はい、提灯がたくさん、提灯が、本当だ、ありますね、うん、ちょっと今日は、はい、あそこにポールがあるので、はい、ちょっと裏から回って あっち側に、はい、止めていきます。わかりました。またここちょっと段差があるので、はい、力入るのは初めてですね。そうですよね、はい、ごめんなさい、いけるかな、一回下げますね、はい、お、いきました。お、さすがですね、よかったあ、そうなんです、こういう感じでなんかちょっとだけ工事をしてたりとか、はい、ごめんなさい、ちょっとまた段差があるので、はい、揺れます、はい、よいしょ、あ、結構人いますね。あ、並んでますね、はい、下がります、はい、ありがとうございます。OK、下ろします。はい、お願いします。よいしょ、オッケーです、はい、ちょっとこの小野の神社の、はい、なんですかね、マスコットのナミちゃんという猫がいたので発見しちゃいましたね、はい、ちょっとだけ取りに行きましょう。はーい、いたーこんにちは、2個、こんにちは、明けましておめでとうございます。眠そうだね。眠そうですよね。眠そうですよね。ちょっと大晦日忙しかったのかもしれないですね。何そこにいるか。かわいい。なんか今日眠そうですよね。うとうとしてるね。あい。かわいい。ありがとうね。かわいい。かわいいっすね。すごい。あんまりね。撮影に来た時に、ナミちゃんがいることってあまりないんですよ。本当ですか？そう、今日はラッキーですね。ラッキーすぎる、うん、やったー本当に、本当に、多分皆さんもいいことが起こります、はい、見てる皆さんも絶対に今年いいことが起こります、はい、最高です。みんなでハッピーになっちゃいましょうそうですねこんな感じで、エマにも、ちょっと遠いんですけど、うん、エマにも近づきますか？あ、いいですか？はい、猫ちゃんが本当だ、いらっしゃいます、うん、この今かわいいですよね。かわいいです、うん、丸いんで、確かに円型、いつもはこう、はい、なんか五角形になってるんですけど、ね、ここは円型なので、そうそう、円に結ばれて円結び、はい、なるほどね、絶対に、好きな方
いるのであればちょっと今ここで一緒にお願いしていただいて、はい、で常時すると今度は服を着た猫ちゃん、はい、服が着た猫ちゃん、お服着た、なるほど、常時、はい、こんな感じで変わってます、はい、ここの絵馬、はい、かわいいです。じゃちょっと混んでいるので、はい、横から、はいはい、行きましょう、はい、多分時間がかかってしまって、ね、あれなのでちょっと参拝がしたかったですけど、ね、ちょっと混み合ってきたので、はい、そうですね、はい、紹介だけ、はいはい、ここを参拝するんですけど、はい、ここにナミちゃんとナギくん、ナミちゃんとナギくんっていうんですね、はい、さっきの猫ちゃんと同じ名前なんですけど、はい、まあ、ここの神様がイザナギの御事とイザナミの御事さんがいらっしゃるので、そこをナギくんとナミちゃん取って猫ちゃんに名前がついてる。でここも頭撫でていただくと叶いますよっていうパワーがあるので、まあ、ここで、はい、まあ、参拝の代わりというか、うん、同じようなパワーを取っていただいて、頭の色が変わってますね、はい、そうなんですよ、皆さんが撫でるからね、はい、みんなラブラブになりたいとか、ね、気になってる方と結ばれたい方がね、うん、もう皆さん撫でてかれるので色が変わってます。ここでお願いしたりとか、あとは横からでも全然参拝していただいても同じような、はいはい、パワーは絶対にもらえるので、はい、お急ぎの方は小横から見えますもんね、ここからでも招き猫とか、ね、中のものが見えると思いますので、はいはい、ここから、はい、参拝しても大丈夫です、はい、ありがとうございます、はい、ここは神社なので、はい、二礼二拍手一礼で、はい、 ありがとうございます。今日はご紹介だけ大丈夫ですか？大丈夫です、はい、はい、じゃあちょっと奥も混んでるんで、はいはい、このまま人力車の方に戻りましょうか。はい、了解です、はい、じゃあちょっと今日はここで撮影終了にしたいと思いますので、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、またじゃあよろしくお願いします。はい、また、はい、また一緒に楽しみましょう、はい、人力車、はい、皆さんもぜひ乗りに来てください、はい、はい、お待ちしてます、はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございます、はい。